存分に遊ぶがよい。ありがとうございます。私がいただき。だからあんた終わりよ、終わり。次は私なの。解きなさいよ。素敵よね、バトラ君。モテモテじゃない。モテる男は辛いぜ、畜生ども。順番に並びやがらったんだ。虚勢など張らずに素直になればもっと楽になれるのに。いいのよ、これで。その方が悲鳴が気持ちいいもの。さあ、今度は簡単に壊すんじゃないわよ。いいわね、返事は。あんたが仕切るんじゃないわよ。さあバトラ君、さっきの続きよ。マスターキーでジェシカちゃんの部屋を施錠した後、どうやって室内の死体のポケットに鍵を戻したというの？例えばよ、そうさ、釣り糸か何かを使って鍵だけを扉の隙間から室内に戻して。はずれ。甘いな。六軒島に存在する全ての扉は鍵が通り抜けられる隙間などない。外れたね、外れたね。さあ今度は私よ、私の番なのよ。どこを貫いちゃおっかな。私、手の甲。ずるい。じゃあ反対の手の甲。私は鼻の頭をもらっちゃおっと。なんでなんで、私にもやらせて、私にも貫かせて。レビア姉はトロイのよ。いつだって私たちは早い者勝ちでしょうが。じゃあ私は足の甲をいただいちゃおっと。私も、私も、私は肩をもらっちゃうからいいもん。姉妹なんだろ、仲良くしやがるってんだ。あはあ。よくも耐えるものだな、お前のその痩せ我慢が。むしろ私たちを楽しませているだけだと、なぜ気づかない。あいにくだな、痩せ我慢と肘の張り合いは俺のお箱なんだ。お前らがどう俺を煙に巻こうとも、俺は絶対に魔女も魔法も認めねえ。人間とトリックで何も説明できないくせに。バッカじゃないの、この身の程知らずだ。いいのよ、無理に認めさせなくても。今に泣きながら認めたくなるわ。今だって本当は哀れに土下座しながら許しをこいたいくせに。うわっ、うわっ、うわっ。ベアトリーチェ様。はあ、やれやれ、わらわがいくらでもよみがえらせられることを知っているから、家具どもも壊すことに躊躇がない。困ったもの。バトラー、再び元の姿を思い出すがいい。何度でももてあそんでやるぞ。なるほどなるほど、永久に遊べる玩具とは実に愉快よ。なるほどな、これが無限の境地に至った魔女が得る至福の境地とやらなのか。なるほどなるほど、これは確かに愉快で至福だ。何度でも蘇らせてやる、何度でも殺してやる。さて、次なるゲーム版ではどのような殺人劇を繰り広げよう。さあ、新しきゲーム版を持て、次なるゲームを始めようではないか。
後ろ宮バトル。